その今日のレースは順調でやりたかった形に。そうですね、あの理想の展開に持ってきて、あれで今の状態でどこまで俳優 G1 で決勝を戦う人たちに勝負できるのかというのが、まあ、今回も負けても勝ってもいい課題、あの収穫になるなと思ったんで良かったです。あとは山崎さんがこう切った後で、ある程度そのパンと吹かさずにこう冷静に、そうですね、もう落ち着いて、あの拓也さんと伊島さんにもあの引っ張れるところまで引っ張ってそこから全開でいこうっていう感じだったんで冷静に走りました。まあ後ろ2人がやってくれると思うと、そうですね、もう 100% 信頼して走れるんで、もうあとは自分の力出し切るんですよ。少し吹っ切れました、このところちょっと。そうですね、あのここ何場所かっていうか、あの今年から入ってあんまり良くない部分が続いてたんですけど、手術は良くなっているし、腐らず練習してたんで、もう少し良くなってくれれば。あとじゃあ決勝でそのさらに納得のレースというか。そうですね、まあとりあえずあの4日間今回は決勝、まあ、決勝前に乗れても、あの先行でどのぐらいっていうのもありますし、校長の冠になりましたので、はい、逆なのに新山と吉田が今回呼ばれてない分、ちょっと頑張りたいなっていうのもあったので、個人的な意見なんですけど、吉田は魂で頑張りたいと思います。ありがとうございます。